日田俊太郎は、日本の医師。広島市への原子爆弾投下により自身が被爆しつつ、直後から被爆者救援、治療に当たった。以来被爆者の診察を続け、被爆の実相を語りつつ核兵器廃絶を訴え続けた。銀行員の家の長男として、広島市で生まれた。中津川日田市の日田大東17代目に当たる。早稲田第一高等学院建築科に入学。 登山と音楽に夢中であった。ある時友人から誘われて、東京下町の工場街にある託児所を見学、不衛生と貧困のもとに置かれた児童の実情を、初めて尻戸義母を抜かれたことがきっかけで、医師を志すようになり、日本大学専門部医学科に入学。小児衛生研究会を立ち上げ、託児所の健康管理の手伝いを始めたが、2年次の時、文部大臣、 荒木貞田から自由主義的傾向ありと解散を命じられ、以来軍人嫌いが確固としたものになった。太平洋戦争開戦後、学業の多くが軍事教練となる中、医者の勉強をという学生の懇願の先頭に立って、活動。これが、反軍傾向ありとされて1942年、懲罰招集を受け、一兵卒として、岐阜の不評第68連隊に入隊。 後、豊橋第一陸軍予備士官学校に、サイパン備隊小隊長要員として入校したが、校長に敬礼しない問題を起こしたのがきっかけで、医学部在学中であることが分かり、軍医に戻せの校長の一声で、職業軍人の道を進むこととなった。1943年、日本大学専門部医学科卒業。1944年陸軍軍医学校を卒業。 軍医商医として、広島陸軍病院に赴任、病理試験室主任となり、伝染病予防の仕事をした。1945年6月半ばより、陸軍軍医中尉として、広島から約6キロメートル離れた秋群、戸坂村の戸坂国民学校の裏山をくり抜き、洞窟病院、戸坂文院を建設するための戸坂作業隊隊長を務めた。同年八月六日、 王診のためと坂村の廊下で休館の診察中に、原爆に被爆、直後から被爆者救援、治療にあたる。広島陸軍病院の山口県熊毛郡、伊保の省村への移転に関わり、1945年12月の厚生省への所管外に伴って、国立野内病院に所属。1947年、千葉県市川市の国立高野大病院に転勤。 全日本国立医療労働組合設立に関わった。1949年、レッドパージで国立病院を解雇された。被爆患者と接触し、診断をすると患者を見ること自体が反米活動でありけしからんとしてアメリカ軍に逮捕されたことが3回あった。1940年代終わり頃、広島に検査だけして治療はしない病院が作られるとの噂から、 依頼を受けて治療もするようにと厚生大臣や連合国軍総司令部と交渉。結局断られ理不尽な占領軍の傲慢さに行き通ってアメリカの無法と戦うため占領権力に真正面から立ち向かっていた日本共産党に入ろうと決心し入党した。労働者や貧しい人のための診療所を作る運動に参加。1950年4月25日解説の 西尾木久保診療所及び1953年4月29日開設の行田協立診療所で初代所長を務めた。1953年6月7日の全日本民主医療機関連合会創立に参加。1955年4月の行田市議会議員選挙に日本共産党から立候補、3位で当選し2期、務めた。1955年8月の 1> 第1回原水爆禁止世界大会に参加、放射線障害について報告した。在職中、各戦争準備に反対する、ウィーンアピール指示を議会で提案した。全日本民ニ連理事、埼玉民遺伝会長、埼玉共同病院院長、日本原水爆被害者団体協議会原爆被爆者、中央相談所理事長などを歴任。1975年以降、 欧米を中心に37カ国を海外遊説、被爆医師として、被爆の実相を語り、核兵器廃絶を訴えた。被爆患者の臨床を踏まえて、原爆ブラブラ病と呼ばれる症状や、内部被爆、微量放射線、低線量被爆の健康影響について研究し、その危険性について述べた。述べ64年間、6000人を超える被爆者の、 診察を続け、2009年、医業から引退。現在、全日本民遺連顧問。9条の会参加の、9条の会、埼玉呼びかけ人。2011年3月の福島第一原発事故後、放射線の健康影響について発言。日本全国で300回を超える講演をした。2011年12月、市民と科学者の内部被爆問題研究会結成の、 呼びかけ人に加わった。2013年3月、脱原発を目指す医師の会の招きで、大韓民国を訪れ、子孫のために原発と核兵器をなくさなければならないと述べた。2017年3月20日死去、百歳没、ありがとうございます。